こんにちは。本日はオフです。ということで本日は僕たちが休日の日に何をしているのかを動画にしていきたいと思います。それと同時にですね、僕たちがバレエダンサーとして休日の日にもやると心がけていること、やらないように心がけていることもご紹介していきたいと思います。まあこだわりとまではいかないですけど、まあ気をつけていることですね。Yeah. And also, あとはですね、僕たちは今ニュージャージーに住んでるんですけども、あと1週間で、We are leaving, right? Yeah, even one week. So, like, we never like show them like the place around here, right? So, you will see the beautiful place? Yeah. And... Let's go! Yeah. Shower. Alright. 今 shower. Let me take shower. 行くの。Where are you going?Why do you speak like that? まあ実際もう朝ごはんは食べ終わって、さっきまで軽くパッキングもしてたので、まあ寝起きっていうわけじゃないんですけども、はい、あとはまあそのモーニングルーティーンでも言ってたんですけども、朝はシャワーを浴びます。休日の日も朝はシャワーを浴びますっていうのも、シャワー浴びてスッキリしないと、ダラッとしたまま、1日が終わってしまうので、シャワー浴びるようにしています。Oh wait, I wanted to record the door. But it's okay. Let's go. It's not that. 行きましょう。 Oh, this is raining, right? 今日さっきね、まあ冒頭にも今日はオフだって言ったんですけども、基本的に僕もネリアさんもね、まあ仕事が全くない日っていうのはなくて、まあネリアさんはティーチングとバレエと、まあ YouTube チャンネルも持ってて今、まあ僕はバレエのない日は時間はほとんど YouTube に使ってるので、動画作成してない日も時も YouTube に頭を使ってるので、まあ今日はね、たまたま偶然なんか久々に、丸一日オフなので、オフです。 First time we have 2 days off in the year. Yeah, and then you don't have any teaching. Yeah, so I was explaining that. まあ YouTube で一番時間かかるのはその編集で、基本的に室内での作業になって、バレエもね室内のものなので、あまり外に出る機会がないので、休日はね必ず外に出るようにしています、忙しい時も。 So like dancers' feet are not made for walking on a street on a concrete. That's why we wear special sneakers. Yeah, when I was a little, like I used to wear the how to say the thing. Me too. It's raining.Prepare. It's guitar. It's like so much going on, right? The cities, I mean, it's nice around here.I want to speak, but like it's kind of noisy on here. So many cars. 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 Yeah. Yeah. You want to have ice cream? No. I'm not an ice cream fan. I like ice cream, but I don't like.今ね、ショッピングが終わったんですけどもね、今から、Uber を待ちたいと思います。 Is it Uber or Lyft? Lyft actually、yeah. 僕たちはね、車を持っていないので Uber か Lyft を使います。We lived here for like
2 years. Yeah, that's a good amount of time. You've yeah. You're probably done with it by now. Ready to move on to Texas. And performing and teaching, that's what you do. Yes. I'm also a YouTuber. Okay, really? It's like a, my second job. Can I look up your stuff? What is it called? It's Yamakai TV. Yeah. It's in Japanese though. What did you buy? Protein pasta. なんで these clothes? まあ結局給油線に気をつけることって言ってもほとんどショッピングとランジュリーとクリーニングで、終わっちゃいますね。ただ遊びに行くっていう時間はほとんどもうないですね。あとは今年に入ってからまだ年末に1回飲んだのとこの前ね、おばちゃんと一緒に飲んだのとでまだ2回ぐらいしかねお酒っていうのは飲んでないですね。お酒を飲むとやっぱり仕事の効率が下がるので、その日もその次の日もあまり自由時間がないものですからお酒っては飲まないようにしています。まあ、仕事で忙しいって言ってもやっぱりその今より苦なものはないですから何かやってる時はいろんなことを忘れられるし一番それが楽ですね。本当はね歌うの好きだったり絵を描くのが好きだったりもっとねいろんなたくさんことやりたいことあるんですけどもねバレエに YouTube ってもうすでにいっぱいいっぱいなのでもっとやりたいことたくさんあるんですけど はい、ということでね、プロテインを、飲みます。休日だと運動してないからといって、食べ物をね、結構、軽視に見がちなんですけども、筋肉っていうのは回復するのに48時間かかりますから、それ、すなわち、その練習して、その次の日に何を食べたかによって、その筋肉、回復具合が変わってきますから、休日でもプロテインは飲むようにしてるし、できるだけ食べ物も練習、のある日と同じぐらいに食べるようにしています。っていうのもね結構昔はその休みの日は、まあ、運動してないからそこまでお腹も減りませんから1日1食とか2食とかこう軽視 してたんですけども今は、たくさん食べるようにしています。休日はあまりあの筋トレとかはしないですね。あまり激しい運動をしないようにしています。まあ、特にねスポーツとかは僕大好きなんですけども、スポーツとかやらないようにしています。まあ、怪我の心配もあるし体を休めたいっていうのもあるんですけど、まあ、筋トレをやらない理由といたしましては、まあ、体を休めたいというよりもどっちかというと脳を休めたいって感じですね。まあ、運動するのが仕事なのであまり同じことを繰り返すっていうのはメンタル的に良くないので体と心を休めるためにもあまり運動はしてません。まあ、でも必要だなって思った時は筋トレとかするようにしています。ストレッチとか軽い柔軟マッサージは必ずやるようにしています。っていうのもそれをやったのとやらないのとで次の日のコンディションパフォーマンスが全然違うので、やるようにしています。これダンサーによってはあの休日なんか3日休みを空けた後の方が体が柔らかくなってるとかいう人もいるんですけども僕の、ボディタイプは結構こう固める筋肉固めてしまうボディタイプなので、1日でも欠かすと結構すぐ体が硬いと言いますかまあ体が硬くなります。はい、あとはこれあの休日に限った話ではないんですけれども、ほぼ毎日、まあ、気をつけていることといたしまして、まあ、この本をね参考にしてるんですけども最強に体に5つの食べ物習慣とはこれは、まあ、5つのねやった方がいい習慣ということでね、まあ、1つ目はコーヒーを飲むこと日光を浴びること運動をすることナッツを食べることあと5つ目にね瞑想するっていうのがあるんですけれどもこの瞑想っていうのはやっぱりそのまあ瞑想するアプリとかあるんですけどもそれ試してみたんですけどもまあやっぱり結構時間が取られてしまうのでその瞑想の代わりに、ストレッチをやるようにしています。まあ代わりになるかどうかわかんないんですけども、まあ、できるだけ10分15分はそのストレッチのみに、時間を割くことを時間を設けています。ということでね今から晩ご飯を作っていきたいと思います。YouTube をやってるとですね、たまにその休日の日には何をやるといいんですかっていう質問をいただくんですけれども、まあ、それの答えといたしましては、先ほど申し上げました通り、その人にはそのボディタイプがいろいろあって、ボディタイプのみに限らず、バレーに行ける頻度だとか、睡眠何時いつ取れるのかとか、それぞれによってバレーに行ってない日って何するべきかっていうのも変わってくると思うので、答えはだから結局、人それぞれ違うってことですね。じゃあ自分に合ったものをどう探すのかっていうのは試してみるのが一番って。
分かりやすいかもしれないですけども、やっぱりそれだとどうしてもやっぱり犬の道をたどることになるので、自分の特にその経験のあるそのバレエの先生とかに聞くのが一番いいですかね。そのバレエの先生はそのバレエに週に何回通ってるのだとか、あとはその人のその改善するべきポイントとかも全て把握してると思いますから、休日に何をすべきかというのは先生に聞くのが一番手っ取り早いと思います。まあ、あくまでね、今回僕のライフスタイルだとこれが合ってるのかなと思います。あとはそのよくある質問といたしまして、そのバレエを長続きさせるコツはっていう質問がいっぱいあるんですけれども、まあ、これはちょっとバレエに限らずね、やっぱりその僕はそのエスケープっていう言葉をよく使うんですけども、まあ、バレエを収録でやってたら、その週1の1回はバレエ以外のことで何か頭を使った方がいいと思います。前回の動画でもお話しさせていただいたんですけども、バレエダンサーとしてアーティストとして、表現者としてやっていくには、やっぱりそのバレエだけやっていてもあまりいいことはない。いいダンサーといいますか、まあ、いいアーティストになるにはやっぱりそのバレエ以外の体験っていうのも重要になってくると思うので、これはあくまで僕の意見なんで真に受ける必要はないんですけれども、そのエスケープをがあるとやっぱりそのバレエも長続きできるんじゃないかなと思います。まあ、バレエにしか興味がないっていう生き方を、まあ、その否定するわけではないんですけれども、まあ、長い目で見たらやっぱりそのバレエ以外の何かをやっといた方がいい表現者になれるんじゃないかっていうことを、僕は考えています。冷しゃぶですね。ということで以上が僕の、休日でした。ちょっとね、動画にばらつきがあってその見づらかったとは思うんですけれども、ここまで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。バイバイ。チャンネル登録お願いします。 Please like and subscribe. バイバイ。